大島宇吉大島宇吉から1940年12月31日は愛知県東加須ガイ軍尾端軍出身の日本の新聞記者、実業家、政治家。現在の中日新聞社の前身の一つである新愛知の創業者。また政治家として愛知県会議員、衆議院議員を務める。加盟五年三月六日、尾張国崎カスガ軍尾で、 大島上門の三男として生まれる。その後、大島ため三郎の養子となる。若い頃は自由民権運動に参加し、自由党の党首として活躍する。名古屋の自由党員が起こした名古屋事件に関わっているという説もあるが、立件はされなかった。1884年、愛知県会議員に当選。百八十六年三月に、旧自由党の同志らと共に、 無題号、近城頼りを発刊する。1887年7月、無題号が愛知へ入り新聞に解消され、日刊となる。愛知へ入り新聞は、その後、度重なる関係の弾圧、発行停止処分により廃刊となる。1988年7月、新愛知新聞を創刊する。1890年7月に行われた、 第一回衆議院議員総選挙に出馬するものの落選。その後、新愛知新聞社社長に就任する。社長就任後は、紙面の改善は小室屈山主筆に託し、自らは各地を回り、販売網の拡大に乗り出し、東海、北陸、上信越から関西まで各地に支局を設けると、販売網を広げていった。また、広告についても自ら、 東京や大阪の代理店、広告主を訪れるなど注力し、昭和に入った時には新愛知を全国有数の地方市まで発展させた。同じ愛知県にあった名古屋新聞とは論調が異なり、新聞販売やプロ野球の面でも激しく対立した。1919年、立憲政友会から衆議院議員に当選。1933年には関東大震災で、 経営状態が悪化していた東京の名門市である国民新聞を買収。1935年には国民新聞会長に就任する。その他にも株式会社小牧銀行取締役、株式会社中央市場取締役、高能株式会社取締役、日本放送協会評議員、同盟通信理事を務める。また、 農産業の振興や航空事業の発展普及にも貢献した。1940年12月31日、89歳で死去する。生涯、豊川稲荷を信奉し、新愛知の発展を祈願したという逸話が残っている。電通が周年事業として実施しているマスコミ功労者検証で新聞人として第1回となる1955年に選出されている。 a b c d e f g h アイスの原明彦。中京新聞会の祖、新愛知を最有力地方紙に、大島浮地。日本新聞博物館。2021年5月28日閲覧。abcdef、森山区に輝く人、大島浮地。名古屋市図書館。2021年5月28日閲覧。abcd、遠 中日新聞ウェブ。中日新聞。2021年5月28日閲覧。ABCD、大島宇吉、人事更新録データベース。名古屋大学。2021年5月28日閲覧。手塚豊、自由党名古屋事件裁判校。慶応義塾大学法学研究会。1963年3月。マスコミ功労者検証。電通。 2021年5月28日へ閲覧。ありがとうございます。